マイクロソフトの Windows に線オペレーティングシステムのアーキテクチャを示したモノブロック図は何らかのシステムを図示したダイアグラムで基本構成要素や機能をブロックで表しそれらを線で繋いでブロック間の関係を示したものであるブロック線図とも CPU 設計ソフトウェア設計プロセスフローズなど工学系でよく使われるブロック図は一般に 実装の詳細よりも全体の概念を理解することを意図しており、抽象度の高い図として使われることが多い。電気工学の世界では、これとは対照的な図として回路図や部品配置図があり、回路図は電気部品間の接続を詳細に示し、部品配置図は物理的な部品の配置を示す。ブロック図は複雑なシステムの振る舞いを記述する。 四角言語であるため、それを特定用途向きに形式化し、IEC61131 パート3に定義されている5つのプログラミング言語の一つとして、ファンクションブロックダイアグラムがある。これは実際に使われるプログラミング言語であるため、コードに形式化されており、厳密な規則に基づいて図をどのように構築するかが決まっている。この場合の線には、 向きがあり、入力変数とファンクションブロックの入力パラメータを結んだり、ファンクションブロックの出力パラメータと出力変数を結んだり、ファンクションブロック間で出力と入力を結んだりする。個々のブロックは、時系列に沿って、数学的あるいは論理的演算を行うもので、具体的な装置、つまりプロセッサやリレーを表しているわけではない。したがって、個々のブロックは、 ブラックボックスとなっている。規則では、論理的系列は、左から右、上から下に流れると規定している。例えば、ラジオのブロック図は、個々の配線や、ダイヤルやスイッチを示すことは期待されていないが、回路図ではそれらが必須となる。ラジオの回路図では、プリント基板上の個々の配線の幅を示すことはないが、部品配置図では、それが必須となる。地図制作で言えば、ブロック図は、 国全体の高速道路地図に似ている。その場合、主要都市と主要な道路は示されるが、小さな都市や細かい道路は示されない。トラブルシューティングにおいては、このような抽象度の高い地図が、問題のありかを狭めていくのに役立つ。ブロック図は、ブラックボックスの原理を使い、全体を把握するのに余分な詳細を隠蔽したり、詳細が明らかでない時に全体を把握するのに、役立つ。 ブロック図からは何が入力されて何が出力されるかはわかるがその中でどうやってその操作を行っているかまでは立ち入らない。電気工学では設計は非常に抽象的なブロック図から出発することが多く、設計の進行とともにブロック図を徐々に詳細化していき、最終的に回路図を描くのに十分なレベルまで詳細化する。これをトップダウン設計と呼ぶ。 解釈を助けプロセスやモデルの意味を明確化するためにブロックとして様々な幾何学的形状を使うことがある。幾何学的形状の間を線で結ぶことで処理の流れの方向や順序を示す。工学の個々の分野で幾何学形状それぞれについて独自の意味がある。ありがとうございます。